こんにちは、キラです。ということで、今回の動画は、最強のモサスキンをゲット、新スキンを使って、リロードのランクを上げていく、という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回も、ソルデュオでリロードランクをやってきたんですけど、今回は、リロードをやってる最中に、僕のフレンド、スーモンモンさんから、あるスキンをギフトしていただき、そのスキンを使って、リロードランクをプレイしてきております。そのもらったスキンがめちゃくちゃかっこよくて、リロードのモチベーションが爆上がりし、ランクを順調に上げれてますんで、よかったらこの動画を最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートは、アキラ285でお願いします。オッケーオッケー。オッケー、でかすぎ。あかんけど、まあ来ますせ。はあ、ミスそうそうだ。でかすぎ。何回も生き返ってもらわないと。うますぎた今の角度。マジ当たってないと危ねえ、危なっ。うわー最悪、やらかしたー。あー俺のチャグ俺いつこれに変えた。あ終わった臭い。あー死ぬ臭い、これ。あー、危ねえ。あ、待って、積んだかもしれん。あぶい。やばい、本当にいかつすぎ TV。 あー今の最悪。多分分かんないけど、知れん。あーちょっと待って、お願い、お前ずるい。どういうこと？あ、やばい。待って、本当にあかん。ハロー。70。待って、一旦落ち着こうぜ、俺の視点。
あ、終わった。もうなんでだよ。尊敬されてます、来た、スーモンモンサガラのバックラッシュ、かっけえな。あー、ちょっと待って、よし、集中するぞ。あ、やばいかも、あぶね。え、まさかの、待って、誰だ、オーラかな。え、嘘でしょ、マジやばい。フォーカスか、やべえな、終わったくせ。うわー、マジか、最悪。来てたな、しっかり。スカイだ、珍しい、珍しいからキルしたい。これうまく使って上取るとかありだよね。やばい、あかん、危な、上がって。待って、逃がしちゃいけない、この人だけを。危ねえ。死ぬやん。こっから様子見ていくのが大事なんだけど。あ、終わった。終わるわけにはいかん。一人ずつならまだいける。一旦ね。オッケーオッケー、あかん、一回回復させてもらいます。このサンタさん強かったからさ、ワンパーティー壊滅したいところではあるんだよな。オッケー、あれ違うわ、ワンパーティー。
あかん。びっくりしたわ。すごい圧のかけ方だ。あー、マジかー。